それでは今日は行列の席ですね、定山ですね。じゃあ席 の, 定義から入っていきたいと思います。一応前回の授業の最後にシグマを使った和の記法についてちょっと説明をしたことを思い出してみてください。で、例によってまず行列の積ということですので行列を2個与えて、その積を定義するわけですね。で、行列 A と B というのを与えましょう。で、 A は M 行 N 列として、それから B で、B は N 行 L 列の行列とします。で、多分皆さん高校までで習った行列はせいぜい2行2列でしたので、何もその行とか列の制限について考える必要はなかったと思いますけれども、これから定義する行列の積というのは一般の M 行 N 列のような行列の積なわけですね。で、まず最初に気をつけてほしいのは、この A と B の行と列の数ですねに制限がありまして、A の列の数と A の列、 A というのはそのかけられる方ですね、AB で左側に書く A の列の数、個数と、それから B の行の個数ですね、かける方、右にある方の B の行の個数が等しい時に行列の積が定義できるということに注意してください。ですので、その行列の積を計算しようと思ったら、その A の列数と B の行数を揃えておく必要があります。これがまず最初の注意点です。で、この時A の第 i 行の成分と B の第 j 列の成分の積和というのを取ります。この積和という言葉は皆さんご存知ですか？初めて聞いた人どのぐらいいますか？積和大丈夫？はい。自信がなくて手を挙げたいんだけど、ちょっと周りの人誰も手を挙げないからちょっと恥ずかしいなと思っているために一応補足しておきますと、積の和ですね、読んで書いた通りなんですけれども、でどういう積の和かといいますと、ちょっと図というか、その行列を直接書いた式で説明しますと、
まあ、行列 A の第 i 行ですから、 A の i 行1列、 A の i 行2列から A の、in ですか、 n 列ですね、 in 成分まであります。でこれに対してその B の、第 j 列を取りますので、B の1行 j 列、2行 j 列で同じようにして、B の nj 成分まで取ります。で、これこのですね、 A の第、第 i 行とそれから B の第 j 列のその積の和をどのように取るかというと、この A の左側から順番に、あと B の右側、あ、上から順番に、こう一つずつこの A の i1 成分 と、B の 1j 成分の積、A の i2 と B の 2j の積というふうにこう積を取りまして、でその和をさらに取るっていうんですね。ですので、これに対して A の i1、B の 1j プラス A の i2、B の 2j プラスというふうにこう、まあ、A と B の一個一個の成分の積をさらにこう A の列の番号、それから B の番行の番号を同じ値で変えていって、こう和をどんどん取っていくということになります。で最終的にこれがどこまで続くかというと、 A の IN 成分と B の NJ 成分の和まで、あ、積まで和を取るということになりますね。でこれを一応前回の授業の最後でやりましたシグマの記号で書きますと、このシグマのインデックスはまあ何でもいいんですが、仮にこれ K としておきましょう。 I と J 今使ってますから、 K が1から N までの和で、 A の IK 成分と B の KJ 成分の積の和を取ると、こういう形で表されます。ここまでいいですか。でこれをどうするかっていうと、これを、まあ、C の IJ というふうに置くんですね。 C の IJ というふうに置いて、で、まあ、こちらにある行列を作るわけなんですが、これをこの IJ 成分、あるここの行列の IJ 成分に持ってきます。こんなふうに。ですので、まあ、感覚としてはその A の第 i 行とそれから B の第 j 列の積和を取ったものが、この新しい行列の ij 成分になるというふうに思ってください。でこのようにして、ちょっと文章の方をもう一回、ちょっと前の方から読みますと、この時 A の第 i 行の成分と B の第 j 列の成分の積はですね、この C の IJ を、まあ、IJ 成分とする、IJ 成分とする行列を作ることができます。で、もう一つ注意したいのは、そのこういうですね、新しく作った成分からなる新しい行列のその行数と列数が一体いかほどになりますかということなんですけれども、この C の IJ っていうのをちょっと見てみましょうね。でこの IJ のこのインデックスのうち、 I の方は A の第 i 行から取ってきました。
ですので、この i は、i の値はどこからどこまで取るかっていうと、1から、m の範囲を取ります。で、一方で、この c の ij の j というのは、どこから取ってきたかっていうと、b の第 j 列から取ってきました。ですので、j の取り得る範囲は、b がですね、l 列でありますから、その j の取り得る範囲は1から l までということになります。ということは、この cij というのは、まあ、i が1から m までの範囲を動いて、あと j が1から l までの範囲を動きますから、そうすると、このようにしてできる行列の、新しい行列の行の数は、個数は m 行。それから、列の個数は l 列ということになるわけですね。これで、ml 行列ができます。で、この ml 行列のことを、まあ、a と b の、まあ、積と言いまして、で、記号としては、皆さん、よくその、ある2つの文字のですね、表すものの積を表すように、この a と b を並べて ab という書き方で表します。これが行列の積の定義です。特にその一般の場合ですね、まあ、皆さんの高校時代から比べると一般の行数と列数を持つその行列の積の定義です。まあ、あとここまではそれほど難しくないと思うんですけれども、もう一度繰り返しますと、このまあ、2つの行列の積のうち、左側の行列の第 i 行と、右側の行列の第 j 列の積の和を取って、それが新しい行列の ij 成分になるという形で覚えると良いかと思います。までいいですか。はい。で、一応その行列の積に関して、まあ、いくつかその注意点を挙げておきたいと思います。今ですね、その、まあ、A を、まあ、MN、M 行 N 列のまあ行列、それから、B が K 行 L 列の行列の時、こういう状況を考えましょう。で、そこでいくつか注意点ですけれども、まず一つ目はその A と B からですね、この積を作ることができるためのその行数と列数の条件というのがいくつかあります。A と B から A と行列 A と B の積を取るというのは2通りやり方があって、一つは AB ですね、今のように A が左側に来る場合、もう一つは BA といって、その A が右側で B が左側に来る場合、そういうその2つの積の取り方があるんですけれども、それぞれその積を取るためにその満たさなければならない行数と列数の条件がありますので注意しましょう。まずで、積 AB に関する行数と列数の条件なんですけれども、基本的に左側の行列の列の個数と、それから右側の行列の行の個数が等しくなければなりません。ですので、A が左側に来ますので、A の列の個数は N で、それから右に来る B の行の個数っていうのは K ですから、積AB っていう積ができるのはその N イコール K の時のみですね。N イコール
まあ、K の時のみ、まあ、定義可能であると。まあ、いう点に注意が必要です。でそれから、まあ、もう一つの積としては、BA という積が作れますけれども、同じように考えますと、今度は、B の列数と、それから A の行数が等しくなければなりませんから、そうすると B の列数は、L ですか。それから A の行数は M。まあ、この条件を満たすときのみ、まあ、定義可能であるという点に注意してください。ということですので、その2番目としましては、その行とその列の個数ですね、今持ってきた行列 A と B のその行と列の個数によっては、その例えば、まあ、AB が定義できたとしても、逆にその行列を入れ替えて BA が定義できるとは限らないと。いう点にも注意してください。で、この辺の例題はですね、教科書でいうと20ページですね、20ページにいくつかその例が出ています。A と B という行列が定義されていまして、これに対して、その教科書の例では、その AB という行列は定義できるんですけど、BA は定義できないということがあります。もちろん AB も BA も定義できないという場合もありますので、それはその与えられた行列 A と B の行数と列数を見て確かめてください。で、さらに、いつもこう下へ降りたがるので黒板消しでちょっとストッパーをつけてみましたが、うまく働くでしょうか。さらにですね、もう一つ気をつけなければならないことは、その仮にですね、まあ、AB と、まあ、BA の両方が、まあ、定義できたとしても、その AB と BA が等しくなるとは、常に等しくなるとは限らない点にも注意してください。で、まあ、この辺、こういう話はですね、例えば AB と BA が定義できたとしても、AB イコール BA、すなわち、その A と B の、 その順序を取り替えた積が等しくなるとは限らないというのは、多分その実数の世界などにこう慣れた皆さんからしてみればかなり奇妙なことに映るかもしれません。でちなみに行列によってはこの AB イコール BA が成り立つ時もあります。で特にこのような場合ですね、その AB イコールこの BA がその成り立つときというのは、成り立つときにですね、まあ、A と B は、この積に関して、果敢であると。いう言い方をします。多分この果敢というのは数学の特有の言い方だと思いますが、
果敢であると。意味はその交換可能って意味ですね。だから A と B の順序をひっくり返しても、まあ、積は等しくなるということで、交換可能というのを数学では果敢と言います。多分今日この後の演習の授業でこの果敢という言葉が登場すると思いますので、皆さんよく注意しておいてください。それからですね、果敢でない、まあ、一部の都合のいいですね、振る舞いの良い A と B を除いて行列の積は果敢でない場合がほとんどでありますが、ちなみに果敢でないことをはどう何というかというと、これも数学のその言葉の作り方でよくあるんですが、果敢の頭に火をつけて、非常口の火ですね、火をつけて非果敢と言います。まあ、非常にこう単刀直入単純な言葉の定義の作り方ですけれども、もう一回振り返りますと、その AB イコール BA が成り立つときは行列 A と B はこの積に関して果敢であると言いまして、それから果敢でないときは非果敢であるという言い方をします。まあ、果敢でないと言ってもいいんですけれども、まあ、非果敢という言葉があります。一応これも押さえておいてください。でこれも先ほど述べたように、その教科書の20ページに、この教科書20ページは C と D という2行2列の行列を与えていますけれども、まあ、C と D は2行2列でその行数と列数がどれも等しいですから、その CD も DC も定義はできるんですが、CD イコール DC が成り立たないと。すなわち、C と D は積に関して非果敢であるというような例が出ています。で、一応ですね、この非果敢に関して一つ皆さんに申し上げたいのは、その高校まででこう皆さんが接してきたその数学の世界っていうのは、果敢な世界がほとんどだったと思います。で、実際僕もその小学校、中学校、高校の算数や数学の授業を振り返ってみますと、その例えばその A たす B は B たす A が成り立ちますといったような、そういう文章が教科書にあったりしたときに、なんでこんな当たり前のことをわざわざ教科書でこう枠で囲って書いてるんだろうと疑問に思ったことが何度かあったのを覚えていますけれども、まあ、その後この大学に入ってですね、いろんな数学を学んでいく中で、ああ実はこの果敢という概念はですね、そんなにその数学の多くの世界でありふれたものではなくって、まあ、むしろ結構特殊な非常に都合のいい良いものなんだなということが分かりました。で、もしかするとこの皆さんですね、この筑波に来て、まあ、例えばその学習塾や家庭教師でこう小学生や中学生もしくは高校生にこう算数や数学を教えたりする機会があるかもしれません。でそうすると多分その生徒の中には、生徒に教えるものの中にこういう今僕が言ったその果敢とか非果敢とかっていうものが対象が登場するかもしれませんけれども、でもしかするとその皆さんの受け持っている生徒がですね、そういうこんなのってなんで当たり前なことをわざわざ書くんですかといったようなことを質問してくるかもしれませんが、ぜひ皆さんからはですね、その大学の数学の視点でその数学の世界というのはもっと広いんですよということを教えてあげてほしいと思います。で、まあ、そういう観点から僕がもう一つ思うのは、そのこれ数学に限りませんけれども、その高校、例えば高校でですね、皆さんも多分教員を目指している人もいるかと思いますが、例えば高校でこう数学を教えようと思ったら、多分その高校までの数学をマスターしていれば十分という考え方は個人的には不十分なのではないかと思います。多分
まあ、それは例えば今のこの可感と非可感の世界の話もあるんですけれども、そのやはり高校でですね、例えば教える内容があったとしたら、まあ、その背後にこう隠れているというか、その背後を支えている理論的な内容というのはきっとその高校よりも先行ってですね、まあ、例えば大学で学ぶような内容というのは少なからずあって、でそういうものをいろいろ学んで初めてその例えば高校の数学を教える、もしくは皆さんだったら科学を教えるといったようなことがあのできてくるんではないかなというふうに個人的には思うようになりました。ですので皆さんもその教職を目指そうと思ったら大学のですね、皆さんですと多分科学が中心になると思いますけれども、大学の中身を内容をしっかり学んで、でできればその皆さんが教える生徒たちがその科目にですね興味を持って取り組んでいけるように、そういう形でこう皆さんが導き役になってくれることを願っています。はい、ここまで何か質問ありますか。はい、一応今のところこの黒板消しのついたてはうまく働いているようですね。まあもし倒れそうになったら教えてください。多分その方が皆さんも黒板に対する集中力が増すのではないかと期待しています。さて、次にやりますのが教科書の21ページ22ページなんですけれども、その行列の、まあ、積の結合法則、それから行列の分配法則という内容です。で、これも多分その非常に一見当たり前のように見えるわけですけれども、なんせその我々はその行列の積というのを今ここで初めて定義したわけですから、そうするとこういう今までその実数なんかの世界では当たり前だったような性質も行列の積においてはまだ当たり前ではないわけですね。ですので一応こういうことがちゃんと成り立つということをきちんと確かめておく必要があります。のでまずその定理の方から書いていきましょう。教科書21ページの定理 1.2 が行列の積の結合法則です。で、一応そのここではその行列3つ登場しますね。A と B と C という行列が登場しますので、それらを一応書いておきましょう。まず行列 A が、Aij を成分に持つ行列で、これは M 行 N 列です。それから、この黒板結構横長なので、横に続けて書きますけれども、行列 B は、Bij を Ij 成分に持つ行列です。でちょっと教科書の記述と異なる点に気づいた人もいるかもしれませんが、教科書では B の JK ってなってますよね。で、これは実は前回の行列の、前回行列の積の前にやったその和の記法のところで、その教科書にはダミーインデックスと呼ばれるというふうなことが書いてありましたけれども、この順番がの対応が取れていれば文字を変えても同じものを表すということに注意してください。例えば教科書ですとこの行列 B のことを第 J 行 JK 成分が B の JK であるというふうに書いてますけれども、これはその文字を
置き換えて ij 成分が b の ij であるというふうに言っても全然問題はありません。で、 b の行列 b は n 行 l 列ですね。それから最後に行列 c、これも全部 ij 成分で書いてしまいますけれども、これが L 行 R 列の行列として与えられています。で、その定理の、結論というか主張と呼ばれるんですけれども、定理の主張は非常に単純明快で、この時、行列の積に関して、結合法則が成り立つ。結合法則、すなわちその式で書くとどういうことかというと、AB カッコ閉じ C イコール A カッコ BC カッコ閉じと。で、これで問題はそのこれがどういう意味のこの結合法則ってのはどういう意味のことを言ってるかってことなんですよね。で、ちょっとこれを説明できる人ってどのぐらいいますか？結合法則って言われたらどういうことを言ってるのか、こう平易な日本語で説明してくださいと言われたときに、何か説明できますか？はい。多分、皆さんの多くが、ちょっとシャイで、手を挙げ、そびれているものと推測しますが、一応ですね、これは、積の順番の取り方に関する性質なんですね。ですので、例えば左辺は、その A×B×C を計算したいと。でこれ3つの行列の積なんですよね。ところが先ほどもやりましたように行列の積というのは2つの行列の積しか定義していませんから、3つ以上の行列の積を計算しようと思ったら2つの行列の積の計算をこう何らかの形で繰り返していく必要が生じるわけです。そうしますと例えばその3つの行列の積をその2つの行列の積の組み合わせで表そうと思ったら、ここにありますようにこの2通りの組み合わせがありまして、一つは先に AB を計算する。もう一つは先に BC を計算する。っていうやり方なんですよね。で、行列の積を扱う上では、その、どちらから先に計算しても、例えば AB を先に計算してから後で C をかける。か、もしくは BC を先に計算してから後から A をかける。で、どっちで計算しても結果が等しくなって、ってくれた方が嬉しいですよね。そうしないとその積の順序によってこう結果が異なってくると、それだけ行列の積を一つ取っても取り扱いが面倒になると思われます。ところが、この結合法則が言うところは、実はこの行列3つ以上の行列の積でもどういう順番でその行列をかけていっても結果は一緒になるよと。だからそうですね、行列のこの並べ方ですよね。並べ方さえ等しくしておけば、そのどこから行列をかけても大丈夫ですというのが、それを保証するのが、結合法則です。この場合はその行列の積に関してこの結合法則が成り立つということなんですね。で、だんだんこの辺からですね、多分その大学の数学っぽいこう教科書の記述がこう出てきてですね、で少しこう何ていうか上り坂が急に斜度が35度になりましたみたいな感じになってくるんじゃないかと思うんですが、ちなみにちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、この21ページの定理 1.2 の証明を今初めてこう目に留めてるっていう人はどのぐらいいますか？はいはい、いいです、いいです、正直です、正直です。はい、この授業の前にこう目を通してきたっていうのはどのぐらいありますか？
はい、わかりました、わかりました。はい、それでは、まあ、ちょっとそうしたら、まあ、これからこの線形代数の教科書の中ではこういう証明がこう何回も出てきますので、じゃあそれをどうやってクリアするかっていうことについても少し考えながらこの証明見ていこうと思うんですけれども、まずこの数学にだいぶ慣れてきますと、例えばこの教科書でこの証明ありますよね、定理の証明ありますよね、この定理の証明をですね、こうじっと見ながらこう何が起こっているかをまず考えるわけですね。でもちろん頭のいい人は頭の中で考えて済むかもしれませんけれども、僕なんかはそんなに頭の中の記憶容量が多くないですから、そうすると頭で考えてもわけがわからないなと思った時にはすぐにこう紙にいろいろ式を書いていきます。例えばここではこのなんかシグマの記号でやたらこう和が出てくるので、それを少しずつ展開して書いたりしているわけですね。でそれを見ながらこう大体どういうことが起こっていて、で何が成り立つかっていうことを見ていくわけですけれども、でまあ皆さん多分最初からそれをねやるのはかなり至難の業っていう人が多いかもしれません。でそこで今日はですね、この教科書に書いてある証明を、まあ、直接フォローする代わりに、そのこの証明をその読む上でちょっとヒントになるような事柄を少しずつ説明していこうかなというふうに思います。でもってこれからその板書をする内容というのはこの定理の証明そのものではないということに注意してください。まあ、証明と書いてあるんだけど、証明のまあヒントということにしておきましょう。で、まあ多分皆さんですね、こういうその例えば行列の定理の証明を読もうと思ったときに、まあこの定理ではその MN 行列といったような書き方をしてますけれども、その多くの人にとって初めてこういう本を読む人にとっては、そのいきなり MN といったようなその一般の値で考えるのは大変だと思うんですよね。そうすると、まあ、いきなり M 行 N 列で、まあ、考えるのは大変と。という人はですね、にお勧めしたいのは、もう少し手頃な例題から考えていくということです。でこの場合のそのもう少し手頃な例題っていうのはどういうものかというと、今その行列 A とか B とか C がですね、 M 行 N 列といったようなそういう文字ですね、この行数列が文字で与えられているので、これはちょっとなかなか考えにくいよということになりますと、この M と N ですね、例えばもう少し小さな具体的な数値を与えて考えるというのが多分良いんじゃないかと思います。で、まあ、例えば2行2列とか3行3列とか、まあ、4行5列とか、まあ、その辺は皆さんの自由でいいと思うんですけれども、ただ2行2列ですと多分皆さん高校でまででやった範囲で終わってしまってあまり面白くないかもしれませんね。で、ですので、この授業ではそのまあ、A と B と行列 A と B と C が、まあ、全てその3行3列の場合をちょっと取り上げてみたいと思います。
ということで、その産業参列の時に、この行列の席の結合法則がどのように示されるかというのを、まあ、ちょっと具体的な形で見ていくことで、もう少し一般的な MN などの場合にこう理解する役に立てばいいかなというふうに思います。でそこで、じゃあ ABC がですね、すべて産業参列の行列の場合なんですけれども、もしかしたらこれから書く内容がですね、例によってその線形代数で悪名高いキー、その時には黒板にガーッと書かれて、こう写すだけで終わってしまうということになってしまうかもしれませんので、一応これを書いた講義ノートもこの後アップロードしますので、細かいところはその後でアップロードされた講義ノートをゆっくり見ながら復習されると良いと思うので、まずこの授業ではそのどういう道筋でその証明していくかということをよく見ておいてください。で一応ですね、この ABC の、そうですね、行列を、まあ、産業参列という形で与えましたので、全部要素を一つ一つ書き出しています。多分ここから、ここはまあ、すでに写すのは大変だと思うんですけれども、とりあえず A の、行列 A は A の IJ 成分、A の IJ が A の IJ で表されていますから、まあ、こんなふうにですね、こう B についても同じように書いていくわけです。ですので、これを全部几帳面に写すのは大変ですから、とりあえず、まあ、一つの方法としては A だけこう書いておいて、あと B と C も同様というふうに書いておいて、後からうちでこう書き直すというのがいいかもしれません。一応ここではあの式の展開などもしなければなりませんし、あとこの板書が映像にも残りますので、一応僕は板書の方は略さずに書きたいと思います。でまあ、まず A と B と C がですね、産業3列、全部産業3列だったら、こういう形でまあ与えられているっていうことなんですね。それ で、で次にその示したいことっていうのは、先ほどその定理のところに書きましたように、まあ、先に AB をかけて C をかけた行列と A にまあ BC をかけた行列が等しいということをまあ示したいということだったんですけれども、でじゃあこれをどうやって示すかっていうのをまず道筋を見つけることがまず最初の必要なステップになります。でこういう時どうするかっていうと、数学でよく行われることは定義に戻って考えるということです。すなわち今はこの2つの行列が等しいということを示したいと。そこで何を考えなければならないかというと、じゃあ2つの行列が等しいということは一体どういうことだ、どういうことだったかということに戻って考えます。で我々はそのこの前の時間、前ぐらいの時間で2つの行列が等しいとはどういうことかという定義を与えました。ですので、まあ、皆さんですとその講義ノートかもしくはその教科書でその2つの行列が等しいということはどういうことだったかという定義にまず戻って考えるわけですね。確か前回の時間ですよね。で、行列、この2つの行列が等しいっていうことはどういうふうに定義したかっていうと、この、まあ、ABC の IJ 成分とこちら右側の行列の IJ 成分が全部一
等しくなるということをもって、その行列が、2つの行列が等しいということを定義しました。ですので、これから示すことは、この右辺、この等号の右辺と左辺のそれぞれの行列に対して、それらのこの IJ 成分を、この元に与えられた A とか B とか C の成分を使って表すことで、これ、どれも IJ 成分、どれも等しくなるということを示すというのが、この証明の道筋になります。まずはその、どういう道筋で何を示せばいいかということをよく押さえておきましょう。さて、それではまずそのじゃあ示したい等式の左辺にあるその、先に AB を積を取った方ですね。AB カッコ AB カッコと GC の、IJ 成分がどうなるかというのを考えましょう。求めるでもいいです。そこで、この、括弧 AB 括弧閉じ C の、IJ 成分を、これちょっと記号でなんかで表したいなっていうのがありますので、行列 A の IJ 成分をスモール A の IJ というふうに表したように、そのカッコ AB カッコ閉じ C の IJ 成分もちょっと似たような形で、これを A とか B とか C を小文字にして表しましょう。でこれでで、この下にですね、この IJ というインデックスをつけることで、この行列の IJ 成分をこんなふうに表します。それから、この括弧 AB 括弧閉じ C を計算するためには、先に行列 AB を計算する必要がありますので、この行列 AB のここちょっとインデックス変えるんですけれども、注意してほしいんですけど、IK 成分ですね。I 行 K 列というインデックスを取って、IK 成分を、括弧スモール A、スモール B の、サブスクリプトっていいますが、この小さいインデックスの IK で表しましょう。で、こう表した上で、この括弧 AB 括弧閉じ C のこの IJ 成分というのを、これは今この AB という行列とこの C、 AB という行列と C という行列の積ですから、そうすると先ほど定義したこの積ですね、積の定義に従って、この AB の要素と、それから AB の成分と、それから C の成分の、積和ですね、積和で表すことができるわけです。でそこに注意して展開しましょう。そうしますと、ちょっといきなりその積の定義に従ってこの、展開を書いちゃいますけれども、今3行3列の行列ですから、 K が1から3までで、行列 AB の IK 成分と、それから行列 C の行列 C の KJ 成分の
席話というふうに表されます。ここが納得まだできない人は、まあ、多分今日の授業の最初の方で行列の席を導入したばっかりですから、なかなか納得できない人もいるかと思いますけれども、まずこれを家に帰ってですね、この行列の席に対応しているこの展開を理解できるように、よくよく今日の内容を振り返ってください。で、一応これシグマの形で輪が書かれていますが、少し丁寧に展開しています。そうしますと、行列 AB のこれ、K が1から3までですから I 行1列の成分と行列 C の1行0列の成分、同じように行列 AB の I2 成分と C の 2J 成分の積ですね。それから行列 AB の I3 成分と C の 3J 成分の積の和というふうに書くことができます。で、まずこれをちょっと丸一式としておきましょう。で、これから何をやるかというと、実はこの行列ですね、この AB かっこ AB かっこ閉じ C の IJ 成分を元の与えられた行列 A と B と C の各成分を使って表したいんですね。で、今ここを展開して見てみますと、行列 C の成分は出てきています。しかしペアになっているもう一つの方は行列 AB の IJ 成分ですので、これをさらに行列 A の成分と B の成分を使って表す必要が出てきます。そこに気をつけましょう。で、そこで今度は一方ですね、一方行列AB の IK 成分ですね。IK 成分は、これは次のように表されますということで、AB の IK、これをその先ほどの今日の時間の最初でやりました行列の積の定義に当てはめて書きますと、今度は、まあ、L というインデックスを使って表しますけれども、これ A の I 行 L 列と B の L 行 K 列と、一応ちょっと気づいた人もいるかもしれませんが、その I 行、この I というインデックスで、この I というインデックスはこの今ですとこの A の方 の, I の行のインデックスになってます。それからI 行系列のこの AB のこの系列の K というインデックスはこの B の方の列の K というインデックスになっています。で、残ったこの L ですね、この L をこう1,2,3,4,5というふうに順番に回すというふうに展開されますので、よく確認してください。一応このパターンが多分つかめれば割と行列の積っていうのはうまく簡単に展開できるようになってくると思います。一応これをこのシグマの式をもう一回展開したのを書きますね。これはまあちょっと今皆さんここで写すのは大変かもしれないので、これは家で、今疲れてる人は家でやりましょう。I に B の 2K、I3、B の 3K、まあこういう形で展開されます。で、これを二式としましょう。で、次にやることなんですけれども、この
今作った錦ですね。錦を これ AB のなんとか成分だったんですが、これをそのこちらの方に代入します。丸1に代入すると、で代入しますとどうなるかというと、先最初に書いたですね、この AB括弧閉じ C の IJ 成分というのは、まずこのシグマの式で、まあ、K が1から3までの、でここに AB の IK 成分が出てくるんですけれども、この AB の IK 成分というところにこれを代入するわけですね。そうしますとこれを代入するわけです。これを代入しますと A の ILB の LK、かけることの、C の KJ と、こんなふうになります。で、あとはこれをですね、ひたすら根気強く展開します。まあ、数学もいろいろその分野がありまして、そのいわゆる腕力を必要とされる計算、腕力っていうのを必要とされる分野もありますけれども、まだこのぐらいですと腕力のうちには入りませんので、皆さん頑張ってください。それで一応展開します。まあ、でもただですね、面倒ですけども、ルールにちゃんと従えば、それほど難しくはないはずです。面倒ですけど難しくはないと思います。そうしますと、一応、ちゃんと書きますかね。A の I1、B の1プラス、A の I2、B の21プラス、A の I3、B の31かける C の 1J ですね。まずこれは、この2つシグマがありましたけど、K に1を代入したところですね。 K に1を代入した上で L を、まあ、1から3まで回した展開ですね。で同じものをですね、今度は K に2を代入した上で L を、まあ、1から3まで回す展開を書きます。 A の I1B の12プラス、 A の I2B の22プラス、A の I3、B の32、C の 2J。で、最後に、この K に3を代入して、L を1から3まで回すと。A の I1、B の13プラス、A の I2、B の23プラス、A の I3、B の33かける C の 3J と、こうなるわけですね。で、これをですね、今これ Cに関してまとまっていますので、さらに面倒なんですけれども、もう一度これを展開します。でも一応展開はこれが最後です。ので、こちらでまだちょっとまだ書き進んでない人は途中でやめて後から補ってもいいですので、次の展開がどのようになるか見てください。 A の I1、 B の11、 C
の ij プラス、a の i に b の1c の ij プラス a の i3b の 31c の、あ、ごめんなさい、1j ですね、ごめんなさい。一応今最初このここの部分を展開したのを今この1行に書きました。で次 の, あのこの部分の展開を次の行に書きます。プラス A の I1B の 12C の 20 プラス A の I2B の22C の20プラス A の I3B の 32C の20と。で、最後に、この部分ですね。この部分を展開したものを第3行に書きます。A の I1B の 13C の30プラス A のI2B の 23C の 3J プラス A の I3B の 33C の 3J となるこういう形になるわけですね。はい、お疲れ様です。一応展開はここまでです。で、ここでよく見ますとですね、今まではこのC の何とかでこうまとめられていた項をこう横に展開していったんですね。ところが今度この並んだ項を縦に見てみますと、例えばここの、まあ、行列の第1列って横にしますけども、これ第1列を A の I1 でまとめることができそうだと。それから第2列は A の I2 でまとめることができそうだと。で、第3列は A の I3 でまとめることができそうだということに気がつくわけです。そこで実際にまとめてみます。第1列はこれをまとめることができて、第2列はこうまとめることができて、第3列はこうまとめることができる。で、そこで、このですね、黄色で囲ったところをよく見ますと、これ、まあちょっとこの、BC、いきなりこの記号を書きましたけれども、この行列 B×C の、KJ 成分をですね、小文字の BC の KJ で表すことにしましょう。そうしますと、実はこの部分、第1列には BC の 1J 成分が出てきて、同じように BC の 2J 成分と BC の 3J 成分が出てきていることが分かります。で、一応これを式で書きますと、そろそろチャイム鳴りますね。A の I1BC の 1J プラス A の I2BC の 2J プラス A の I3BC の 3J と、まあ、こういう形になるわけですね。で、これちょうどシグマの記号でまとめることができて、K が1から3まで A の IK かけるBC の KJ と。で、これをですね、ちょっと新しい記号で書きますけれども、これすなわち、今ちょっと定義しましたが、これ A かける BC の IJ 成分と。ということで、元
ともとどれだっけ、消えちゃった。ということで、この AB×C の ij 成分が、まあ、A×BC の ij 成分に等しくなったということで、まあ、ちょっと最後はかなり端折りましたけど、行列の積の結合法則が示されたことになります。で、ちょっとチャイム鳴りましたので、すいませんが、残りの文章は皆さん適宜補ってください。一応、講義ノートの方には書いてあります。ということで、それからあと、行列の分配法則に関しても、同じような議論で証明できると思いますので、これは各自で確かめておいてください。一応、僕の講義ノートには、行列の分配法則の証明もきちっと記載しています。それからあともう一つ最後に注意は、この今授業で示した定理の証明のヒントになるものは、あくまでもこれ3行3列の場合の例ですので、その一般の M 行2列の場合は、これをもとにですね、各自で考えて、証明を作っておいてください。はい、ということで、何か質問ありますか？はい、じゃあ一応ですね、今日のところまで講義は、教科書22ページの定理 1.3 行列の分配法則まで終わったことにしまして、次回からはそのセクション 1.5.3 の天地行列、特殊な行列に入りたいと思います。それでは、週末活躍される方はぜひ頑張ってください。今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。